令和4年12月18日日曜日、登竜門カップです。よろしくお願いいたします。今ちゃんとカレンダー見たら25日は軽トラ4体やから本年最終の登竜門カップっすわ。今気づきました。はい、皆さんよろしくお願いします。2番、電化リー、3番、電化リー、5番、電化リー、6番、電化リー、7番、電化リー、1番、電化リー、予選第1ラウンド、7番、A グループ、出走ドライバーは、上松選手、勝田選手、加瀬選手、佐藤選手、渡崎選手。はい、2番、電化リー、上松、マセ、赤木、渡崎、前列です。で、今日は、A、B、C グループで予選合同集計で、決勝は7台、5台、5台ですね。はい、ですので A グループの方、大切にいてください。では予選第1ラウンド A グループ3分間周回です。スタートです。スタート10秒前。スタートしました。わおわおわお、最初に入社する。やばい、数が切れかけや。あの数が。さあ、トップはワッタン、2番手赤木、3番手マセ、4番手ムクミ、5番手上松、6番手カッタ、7番手カズちゃん。おっとっと、さあ赤木マセがちょっと西方がここムクミ追いついてきた。さあ2番手、あー危ない。さあラッキーでなんとか抜けた。さあこのラッキーを生かして、さあこれでマセが2番手浮上、3番手ムツミ、4番手赤木、5番手上松、6番手勝った、7番手カズちゃん。さあ2位以下はちょいちょいやってますよ。さあトップはタン、現在ストレートから1コーナーピンク白のマシン、その後ろ白いマシンがマセ選手2番手、3番手ムツミ、4番手赤木、5番手上松、6番手勝った、7番手片山。さあ2位以降まだまだ分からないレース展開だ。マセ、ムツミ、赤木、上松、勝った、2、3、4、5、6と。さあ続いております。ほぼこれで数珠つなぎのトレイン状態だ。なかなか新鮮な構図やで。頑張れムツミンと赤木、頑張れ。とにかくやっつけてしまえ。思えば思うほど、さあ焦りは出てしまう。いや、うまい、うまくなってる。やっぱりさあ頑張って練習してる甲斐ありまして、残り1分20秒です。あーっと、さあミスター、さあまだ赤木がいる。頑張れ赤木ってマセさんが思ってるはず。さあトップは、あっと、さあ渡崎2番手。さあこれで2番手はマセですね。3番手上松、4番手勝った、5番手赤木、6番手むつみ、7番手勝ちゃん、その後ろにはトップの渡崎が見えてきた。さあ残り1分。さあ渡崎のみ、おっと中ミス。さあ単独抜けてきた。マッセが2番手キープしたいところ。レースは残り45秒。さあ上松勝ったの猛追、3番4番5番手争いは5番手赤木単独抜けたか。あーむつみん転倒。赤いよ、まとめていかんと AW のカモさんに負けるよ。残り30秒。ワンチャンいけそうなマシン的にはカモさんと、あとノービスの玉岡さんも丁寧にいけばタイム残りますよね。さあ残り20秒。さあ今後合同集計になるとミスれない、まとめていかないといけない。さあラスト10秒、各社ファイナルラップに入っていく。さあもう一周、どうだ。さあ入ったタイムアップ。ワタゴル、カズちゃんゴール、レース続行中。まだもう一回早くに推薦選手はこれです。さあ1台決めました。3分003分ですね。20ラップでした。さあでは登竜門カップ予選第1ラウンド B グループご準備ください。 B グループは
混走グループになりますので、各自ねご自分のタイムペースを維持してくださいね。出走ドライバーはナロー藤原選手、高橋選手、マー選手もナロー、カモ選手は AWT、 玉岡選手はノービスト。バトルよりも自分の個人の、予選タイムアタックという意識を持ってまとめてくださいね。3分間。さあ、本年最終の登竜門カップ。はい、では全校列一応5台まで行きますか。藤原、高橋、まあ、失礼、藤原、玉岡、まあ、藤原、玉岡、まあ、前列で後列グリッドは鴨、高橋です。で本日の登竜門カップ予選ラウンドは A と B と C グループ全部、合同となりますので、まあまあマシンペースの速い方は上位7台残れるかもで頑張ってまいりましょう。では参ります。登竜門カップ予選第1ラウンド B グループ3分間周回です。スタートです。スタート10秒前。さあ、スタートしました。慎重です。いいですね。そうそう、マシンスペースがね、違うんで、もう。あれえおかしい。速い車が後ろ2台や。おっとっと、転倒。走ってる車優先ね。さあ、1台マーが転倒。さあ、トップ藤原。2番手高橋。3番手に A ダブカモ。4番手ノービス玉吉、5番手ナロウマ。さあ、序盤の少しガチャガチャしたシーンが落ち着いて、残り2分15秒、45秒が経過いたしました。さあ、トップは藤原、見たとこ行くよね。ミニッツは見たとこ行くよね。ということはスピードあんま関係ないことよね。さあ、これでさあトップは藤原、単独抜けております。さあ、美味しい展開。藤原選手がヒロそんなに我を忘れる。さあ、2番手は、AW カモ。藤原選手のペースに注目していきましょうか。おお、藤原選手が現在アベレージは 9.75 ですので、先ほど、A グループ7位ゴールムツミンがアベレージが 9.6 ですので、やばいよムツミン、何もできへんけど。今も、あ、藤原選手の車に呪いを送ることしかできませんね。さあ、藤原選手がムスミンのワイドのタイムを受けるのか。さあ、単独トップ藤原選手、そして2番手は AWD 加茂選手。さあ、加茂選手が現在2番手走行、3番手高橋、4番手玉城。さあ、ラスト30秒、ラスト30秒。ああ、走ってる車ですよね。ああ、やったな、むつみ。残り10秒。残り10秒。でも、レースはそれもテクニックやで。さあ、間もなくタイムアップ。タイムアップ。さあ、まずは玉木ゴール、藤原ゴール。ゴール、もう1台、レースの途中。はい、前者ゴールです。ゴール、藤原選手、18ラップ3分、1秒53分。はい、では続きまして、予選第1ラウンド C グループ、ご準備ください。C グループは、ナローツリンクラッシャー両のみかな。堀田選手、小畑選手、森山選手、吹谷選手、松村選手。操縦台くじ引きに手を決めいただきましたら、ウォーミングアップラウンドをお送りください。では、前列グリッド、堀田、森山、松村、お三方、前列グリッドにお付きください。はい、スタジオマーシャル、ありがとうございます。では、参ります。登竜門カップ予選第1ラウンド、C グループ3分間周回です。スタートです。
タート10秒前。さあ、スタートしました。おっとっと、戻った壁越えて戻った。あっと、しかしオープニングラップトップ1台のみが抜けた。さあ、トップは堀田、2番手チャンダイ小畑、3番手森山、4番手浮谷、5番手松村順。さあ、序盤の芝競り合いから落ち着いてくるか、レース展開。さあ、トップは堀田、現在中央セクション白青のマシン、後方チャンダイ小畑がグリーンのマシン。さあ、3番手入れ替わり、これで浮谷が3番手に浮上、森山が4番手、5番手、さあ松村はマシントラブルか、ヒットイン。さあ、残り時間は、まもなく2分となります。序盤の1分が経過いたします。さあ、中盤戦流れる展開となった、トップ堀田、現在中央セクション。残り2分です。レースは残り2分。2番手、小畑がグリーンのマシン、さあ、浮谷がぐんぐん追いついてきた、3番手、4番手、森山。松村マシントラブルでリタイアか。残り時間は1分45秒です。残り1分45秒。え、何でした？フリクションのお皿。マシントラブル。あった？あとでレース終わってからで。さあ、残りは1分30秒、折り返し点を過ぎました。さあ、これで2番手入れ替わり、トップ堀田、2番手浮谷、3番手チャンダイ、4番手森山、5番手松村フリクションのディスクが飛んでた。まああるあるですね。レースの時に並んでもって思うんですけど、レースはもうトラブルがつきものです。残り60秒。さあ、残り1分、残り1分、2分経過いたしました。依然トップは堀田、いいですね。さあ、キープしていきたいところ。さあ、浮谷が後方1秒で迫ってきた。小畑も調子がいいぞ、1.3秒、森山その後ろ1.4秒、5番手には松村。残り時間は40秒です。残り40秒。さあ、トップ堀田、青白のマシン。おっと、さあ、チャンダイがクラッシュ。これで森山が迫ってきてる。3番4番が近い。さあ、トップ堀田の背後、浮谷が 0.7秒。さあ、ここまで来たらトップ守りきりたい。おっと、さあ、3番4番クラッシュ。いやいや、ガッツも大切です。おっと、浮谷先頭。さあ、これで堀田ラストラップ。さあ、トップゴールできるか。2番手浮谷は後方 1.1秒。さあ、3番手争い、チャンダイ VS 森山。さあ、ここでタイムアップ。おっと、あ、松村ゴールできて、まあ、ええか。まあ、ええやな。待って、またですよ、レースどこ中。ゴール、はい、電車ゴールです。ほら、堀田選手、17ラップ3分、1秒91。さあ、これで ABC が合同集計出まして、はい、続きまして GP6 の D グループご準備ください。登竜門カップ予選第1ラウンド D グループ、出走ドライバーは高橋選手、堀田選手、赤木選手、浮谷選手、松村選手、綿崎選手、玉岡選手、7台ね、7台走行です。いいですか。はい、ではスターティンググリッド、前列グリッド、高橋、赤木、松村、玉岡、4型電熱グリッドにお付きください。はい、スターティングマーシャル、ありがとうございます。では参ります。登竜門カップ予選第1ラウンド D グループ3分間周回です。スタートです。スタート10秒前。 D グループは GP6 クラス車両で争われます。この D グループオープニングラッパーをなんとか綺麗に隊列が整って帰ってきた。2周目に入っていく。順位の方は松村、赤木、高橋、綿崎。おっと、クラッシュ。堀田、玉岡、浮谷の順。はい、3周目に入っていくトップグループ。じゃあ各社。おっと、さあ松村クラッシュがあって、これでトップ入れ替わり。
トップはグリーンのマシン赤木、2番手高橋、3番手松村、4番手渡崎、5番手堀田、6番手浮谷、7番手玉川。さあトップ2台が接近戦、最終セクションからストレートに入っていく。前赤木、後ろ高橋、さあそして3番手グループも近い松村、ワッタン、3番4番、そして5番6番も近いか浮谷、堀田、そして玉岡もまだまだ前は見えている。 1.3 秒差。おっと、さあ赤木がちょいミス。さあトップ赤木、2番手高橋、その距離が 0.2 秒。3番手松村が 1.5 秒後方、4番手渡崎少し遅れたか1秒、浮谷がそこに迫ってくる 1.2 秒後方、6番手堀田、7番手田持。レースは残り折り返し地点を過ぎております。残り1分20秒です。3分間周回です。後半戦に入っている。おっと、浮谷がさ戻った、ラッキーラッキー。さあ転倒すると危ない。さあトップグループテール2の 0.2 秒差。さあ赤木高橋のトップ争い。おっとっと、さあ3番手争いとなった松村単独3番手、その後ろ4番手ワッタン、5番手浮谷、6番手ホッ、おっと、さあトップグループ、さあポジションは赤木高橋でキープ。残り45秒。さあ3分が周回です。2分以上が経過いたしました。残り1分切って、ポジション争いはトップ争い。あっと、さあクラッシュオン、赤木高橋が 0.4 秒。そして30秒。おお、さあワッタンがこれで交代、ウケが一つポジション上げて4番で4番5番入れ替わった。さあトップ争いは依然 0.2 秒。レースは残り15秒です。さあラストラップでしょう。いや、どうだ、残り10、ここで10秒ですので、もう一度入りそうだトップグループ。さあトップグループはもう一度入る。おっと、さあ高橋痛いミス。さあファイナルラップ入った入った。さあ松村届くか、入った入った。ウケはゴール、ワッタンゴール。レース続行中、レース続行中。さあ上位3台はもう一度入った。ゴールゴール。さあもう1台、相手者ゴールです。トップゴール赤木選手守りきりました。17ラップ3分7秒84でゴール。さあ以上にて予選第1ラウンド全レース終了です。インターバル5分間、5分後予選第2ラウンドへ参ります。 ABC の集計結果プリントアウト出ておりますのでご参考にされてください。登竜門カップ予選第2ラウンド開始します。第2ラウンド A グループ、出走ドライバーは植松選手、勝田選手、増瀬選手、和ちゃん、赤木選手、むつみ選手、渡崎選手。はい、ではスターティングリードをつけてください。前列グリッド、勝田選手、和ちゃん、むつみ、前列グリッドです。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。登竜門カップ予選第2ラウンド A グループ3分間周回です。スタートです。スタート10秒前。さあ、スタートしました。わお、さあ、クラッシュだった。さあ、オープニングラップトップで帰ってきたのは、カズちゃん、2番手ワッタン、3番手上松、4番手。さあ、とっとっと、さあ、クラッシュだった。さあ、ワッタンが2周目、3周目、トップで帰ってきた。2番手以降はまだまだ分からない展開か。上松、和ちゃん、2番、3番、4番に、カッター上がって、5番手、マセ、6番、むつみ、7番手、赤木。さあ、トップ、ワッタン、2番手、上松、3番手、和ちゃんが近い。あ、やばい、またぶち切れ、和ちゃん状態になってまう。さあ、和ちゃん、2番手に上がったが、上松、3番手、4番手、カッター。5番手マセ、6番手ムクミ、7番手赤木。さあカズちゃんがキレキレで攻めております。それはなぜなら上松に殺されたくないから。さあトップは渡崎さん、3番手勝ったか、2番手カズちゃん、3番手勝った、4番手上松、5番手おっとマセ、6番手ムクミ、7番手赤
あかんでやり合ったらノービスの藤原さんに負けてまうで。まずは自分のペース、ノンミスでさえ帰ってきれば、来ればナローには負けませんから。さあトップワッタン、2番手カズちゃん、3番手カッタ、合わせますね。カッタ選手は優しいですね。いやでもカッタ選手も結構カズちゃん殺して喜んでたよ。さあ残り時間1分10秒です。残り時間1分10秒。さあ2番手の数が近い。ワッタンは抜けた。2番手カズちゃん、3番手カッタ、4番手上松、5番手マセ、6番手むつみ、7番手赤木。さあ残り60秒のコール。さあ1分切って近いところは2番手カズ、3番手カッタ、4番手上松、マセもまだまだ上松の背中が見えてる。あーカズちゃんクラッシュ。さあやばい、なんか危険度だけ上がっていた。2番手、3番手、4番手。さあカズ、上松、勝った2、3、4。さあマスクも寄ってきた。さあ2、3、4、5、4台4つともへ2位争い。さあ残り30秒。さあおっとおっと、赤木さんそんな気つかんでええよ、そんな登竜門カップごとき。さあ残り15秒。さあ残り10秒のコール。さあファイナルラップに入っていく。2、3、4、5。さあタイムアップ、ムツミンゴール。もう必死やね、カズちゃん。はい、赤木で電車ゴールです。ゴールはワッタン選手、21ラップ入った唯一、3分5秒21でゴール。淡々とねトップはあったんだけど、周回を重ねました。さあこれで注目の7位ボーダー、ムツミンが暫定7位の19ラップ3分00か。フラットはちょっとさすがにナローでは厳しいですか。はい、では続きまして B グループご準備ください。予選第2ラウンド B グループ出走ドライバーは藤原選手、鴨選手、玉岡選手、高橋選手、マー選手。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。登竜門カップ予選第2ラウンド B グループ3分が周回です。スタートです。スタート10秒前。さあ、おお、さあスタート直後一夜転倒。さあ2コーナー3コーナーでクラッシュがあったが何とか戻った。さあオープニングラップトップで帰ってきたなお、おいしい展開。 AW カモが帰ってきた。あとは当たらず帰ってくればトップタイムが出そうだ。さあ2番手以降はちょっと絡み合ったか。これで2番手高橋、3番手藤原、4番手玉木、5番手マーの順。まあ冷静ですね。さあトップはカモ、2番手藤原、3番手高橋、4番手まあ5番手玉木。さあいいですね。さあトップたカモが抜けてる展開。さあカモがペース的にはアベレージ9.5。まあ AWD クラス結構が出てればワイドと同じぐらいのタイムが出ますよ。さあショーミス落ち着いて、そうそうミスターと落ち着いていきましょう。さあトップは依然カモ、2番手藤原が候補 2.6 秒、3番手高橋がその後ろ 2.6 秒同じく、4番手玉吉が4秒後方、5番手マーがその後ろ、あマーがミスターのかな。残り1分30秒、折り返し地点です。折り返し地点。さあ、トップは、カモ、ストップ、さあ、ミスがあった。さあ、これで藤原が迫ってきたか、藤原もミス。さあ、トップ、カモ、2番手、藤原、1秒切って 0.7 秒差。3番手には高橋、4番手まあ5番手玉置。さあラスト1分、ラスト1分。さあトップカモ逃げ切れるか。
2番手藤原が 1.1 秒、3番手に高橋田信、4番手まあ、さあ高橋まあ近いか、さあ鴨藤原が 0.2 秒、残り間35秒、あった藤原スーパーのミス、まあ気使うよね、残り30秒、おっとさあトップレバリー、さあやってしまった、残り10秒、マセさんの小指が持っていかれるとかじゃない、さあ10秒切りまして残り3、2、1のタイムアップ、高橋ゴール、さあカモゴール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 、はい、選手ゴール、まあ選手ゴールしてないわ、ちょっと通過お願いします、はい、お待たせいたしました。ではスターティングリードにおつください、D グループ出走ドライバーは高橋選手、本田選手、赤木選手、浮谷選手、松村選手、片崎選手、玉岡選手、前列グリッド、んあ、ごめん、GPC グしたわ、失礼、もう一遍言い直し、 C グループね、予選第2ラウンド C グループ出走ドライバーは堀田選手、小畑選手、森山選手、浮谷選手、松村選手、前列グリードは小畑選手、浮谷選手、前列グリードにお付きください。さあ C グループはナローツーリンクラス車両で争われます。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。それではスタートします、登竜門カップ予選第2ラウンド C グループ3分間周回です、スタートです、スタート10秒前、ラップつばぜり合い、少し接触クラッション音が聞こえます。オープニングラップで帰ってきたの、おちゃんだよ、またちゃんだよ、また今日はなど調子いいですね、うわーパワーに山飛んでた、さあこれで2番手掘った、3番手浮谷、4番手松村、5番手森山、さあ序盤のつばぜり合いから配列整えていきたいところ、トップはグリーンのマシン、ちゃんだよ、また2番手転倒マーシャル、さあ森山転倒で最後尾タイムロスが多かった、さあトップ争い、おっとっと、さあちょっと先頭車両が目立ってきたか、予選第2ラウンドトップチャンダイオバター、グリーンのマシン、現在1コーナーから2コーナー付近、後方2番手浮谷、ブルーのマシン、3番手松村、4番手堀田、5番手森山、さあ通りもいい感じ、残りは2分です、序盤の1分経過いたしました、残り2分です、残り2分、さあトップは依然チャンダイオバタ、おおチャンダイ、さあ2番手浮谷1秒来て 0.5 秒差、3番手争いはどうなった、松村、堀田、3番4番、ここも近いぞ、森山が少し遅れて5番手走行、さあ予選レース第2ラウンド C グループ、さあこれでオバタトップ、2番手浮谷 0.3 秒差、その後ろ松村も迫ってきて 0.6 秒、堀田も4番手 0.7 秒後方、さあ1234が非常に近い 1.6 秒の間に4台、おっと浮き足のこのクラッシュ、さあ堀田抜けた、ラッキー、さあ堀田がこれで2番手に一気にジャンプアップ、トップチャンダイオバター、2番手堀田、3番手浮き足、4番手松村、5番手森山、さあレーサー残り1分となります、3分間周回レース2分が経過いたします、残り1分、さあ、チャンダイオバタこのまま守りきれるか、トップの座、堀田が迫ってきて1秒差、この周回で、おっと、堀田ミスター、これはいいですね、バリアがあるかのような1位、2位の間、こういう展開、よくあるんですよね、さあ、2番、トップオバタ、2番手、浮谷、3番手、松村、4番手、堀田、5番手、森山。さあチャンダイオバタここまで来たら守りきらっと残り30秒、さあ後方浮谷松村が猛追、さあオバタの後方迫ってきた、さあこの周回で 0.3 秒、残り12秒、おっとまみすだ、さあ奪い返してラストラップ、
さあ、ちゃんだい守りきりたい。さあ、タイムアップ。森山ゴール。相手ゴールです。トップゴールは逆転松村選手、17分4秒49。惜しいガッツは伝わりました。力入りすぎてちょっと膨らんじゃいましたねさあ ABC の予選第2ラウンド、合同集計結果が出ます。はい、では続きまして D グループ、GP6 クラッシャー寮で争われます。出走ドライバーは7台、高橋、堀田、赤木、浮谷、松村、綿崎、玉岡。ご準備ください、ご準備ください。大丈夫ですか。はい、ではスターティンググリッドにお並びください。前列グリッドは堀田、浮谷、綿崎、お三方前列グリッドです。はい、では参ります。東リモーカップ予選第2ラウンド D グループ3分間周回です。スタートです。スタート10秒前。 D グループは GP6 クラッシャー寮で争われます。さあ、スタートしました。さあ、7台走行、互い走行のところ、オープニングラップ、クラッシュが少し見られましたか。スイッチは出てたかな。まず前者通過。トップ浮谷、2番手綿崎、3番手松村、4番手高橋、5番手玉口、6番手堀田、いや、これで6番手赤木、7番手堀田。さあ、トップはブルーのマシンが浮谷選手、2番手カルソニックブルーはワッタン、 R32GTR、 3番手に松村、4番手高橋、5番手玉吉、6番手赤木、7番手堀田の中盤レースオーダーとなった。4番の45秒が経過いたしまして、レースは残り2分15秒です。残り2分15秒。トップライトブルーメタリックの浮谷選手、現在中央セクション。終わった。さあ、3番4番クラッシュがあった。さあ、高橋が3番手に振りを、4番手松村、5番手玉吉、6番手赤木、7番手堀田。さあ、レースは残り2分です。残り2分。トップ浮谷が現在ストレートから1コーナー、おっと、さあ2番手入れ替わり。さあ、高橋が2番手、バッタンは先頭後3番手に復帰、4番手松村、5番手玉吉、6番手赤木、7番手堀田。さあ、レースは、おっと、さあ先頭は堀田、これは一体タイムロスだ。あーっと高橋振られた。さあ、これでワッタンが再び2番手に浮上。3番手はどうなった。おっとっと、いきなり下り出した。さあ、落ち着いて。さあ、3番手以降落ち着いていこう。その間にトップ浮谷が1人旅。浮谷がトップ、2番手ワッタンが後ろ 4.5 秒、3番手高橋はワッタンの後ろ 1.7 秒、4番手松村が 1.1 秒後方、5番手玉吉、2.3 秒後方、6番手厚木、7番手堀田、玉吉赤木も近いが 1.5 秒差。さあ、レースの方は残り1分となります。残り60秒。さあ、2分経過、レースは残り1分、残り1分。トップキア、ライトブルーメタリックのマシン、後方2番手ワッタンがカルソニックブルー。さあ、かなり距離が空いたか。さあ、キアワッタンはこの周回で5秒以上の距離。高橋がその後ろ近いか 1.6 秒、4番手松村、5番手玉吉、6番手赤木、7番手堀田。レースは残り35秒です。さあ、残り35秒、トップ浮谷がどこまでタイムを伸ばせるか。先ほど、D グループ第1ラウンドは赤木選手は17分3分7秒をマークしております。アベレージは 11.03。 ということはトップ浮谷暫定ポール大幅更新。じゃ、最終組やからゴールか。さあ、このままゴールしきればゴールポジションゲットだ。トップギア2番手ワッタン。さあ、ラストファイナルラップ、残り10秒切って各社ファイナルラップに入っていく。さあ、まもなく3分経過、高橋ゴール、連続行中、ゴールゴールゴール、連続行中、まだです。あともう1台まだです。はい、前者ゴールです。トップゴール浮谷選手、17分3分3秒94でポールポジションゲットです。はい、以上にて予選レース全行程終了です。 ABC 合同集計プリントアウト出ております。組分け、決勝組分けも書いてありますのでご確認お願いいたします。はい、ではインターバル5分後決勝レースを行います。東流門カップ決勝レースへ参ります。ご準備ください、ご準備ください。
A グループは、無事ワイド7台揃いました。ワッタン、片山選手、勝田選手、上松選手、増瀬選手、赤木選手、睦巳選手、以上7台走行 A グループご準備ください。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では6分間周回です。決勝 A グループスタートです。スタート10秒前。さあ、スタートしました。おっとっと、さあ、オープニングラップ、まずは落ち着いてミスなく返していきたいところ。さあ、トップはったん、2番手かずちゃん、3番手かずた、4番手上松、5番手マセ、6番手赤木、7番手むずみ。ある意味あれですね、マセ、むずみ、赤木は九州大会参戦組なんで前哨戦ですよね。あ、動揺が現れた。さあ、これでむつみんが5番手に浮上、マセ6番手、7番手赤木。さあ、トップは割った、2番手カズ、3番手上松、4番手カッタ、1、2、3、4。さあ、5、6、7は注目です。むつみん、マセ、赤木。さあ、レースは序盤の1分が経過いたしました。残り5分です。残り5分。さあ、トップワッタンが徐々に2位との距離を広げてきた。2番手カズちゃん、3番手上松が近いぞ、 0.3 秒差。3番手カッタがその後ろ 0.6 秒。さあ、2番3番の危険度、プレッシャーが高まっている。もうデンジャラスメーターがあったらレッドゾーンやね今。おっと、さあ、これでマセ、ムスミ、赤木、九州ミニツカップ九州大会参加組が6番7番。さあ、トップはその後ろワッタン。さあ、2、3、カズちゃん、上松、2番3番 0.3 秒差。ここに勝田も加わってきた。さあ、5番手はムスミン、6番手マセ、7番手アクリ。残り4分。さあ、レースは残り4分です。6分間周回レース、2分が経過いたしました。残り4分。さあ、トップはったんが現在1コーナー2コーナー付近、ピンク白のマシン。さあ、2番3番カズ VS 上松。さあ、勝田が後ろから様子を伺う。あっと、上松ミス。さあ、これで勝田が3番手に浮上。2番手、カズ、3番手勝田。さあ、レースは残り3分30秒です。まだまだ半分以上レースタイムは残っている。さあ、トップワッタンは単独一人旅、2番手以降はまだまだ。さあ、これでカズちゃんが粘って粘って単独抜けてきた。3番手争いだ。勝田、上松、3番、4番、5番、むつみん、6番、マセ、7番、高木。さあ、むつみんの背後、マセが来た。さあ、赤木も2争い、3位争いについていけばまだまだチャンスがある。さあ、トップワッタンが単独コントロール状態で抜けていく。2番手以降はカズちゃん単独ですね。現在1コーナー2コーナー付近のグリーンのマシン。3番手争い。さあ、勝った上松、3番4番が5番6番争いの背後。これは難しい局面。レースは残り2分30秒です。さあ、バータープロッシャー。さあ、難しい局面。さあ、ワッタンはこれでこの3位争いの背後まで来ている。さあ、残り時間2分20秒です。残り時間2分20秒。トップワッタン、2番手カツちゃん、3番手上松、4番手カツタ、5番手ムツミ、6番手マセ、7番手アゲ。おっと、ワッタンがフラッシュ。まあ、これはもう楽々余裕がある。まだまだアドバンテージはこの周回で3秒以上ですか。 2.3 秒。さあ、少しアドバンテージ吐き出した形となったが、まだまだ余裕がある。レースは残り2分です。残り2分。さあ、トップ頭は蛍光ピンク白のマシン、後方2番手グリーンのマシン、カズちゃんが
粘って粘って 2.6 秒後方。3番手争いどうなった？上松勝った1.4秒差。5番手マセ、6番手赤木、7番手ムクイ。さあ、この5、6、7も非常に熱い争いとなっている。あっと、赤木フラッシュ。さあ、ムツミンが来た。さあ、6番、7番。赤木ムツミンがこれで 0.2 秒差だ。さあ、カズちゃんは2番手走行。さあ、残り時間1分10秒です。残り1分10秒。トップワッツさんが序盤から抜けてる展開。カズちゃんが粘って背後 2.5 秒まで来ている。上松3番手、4番手勝った、5番手マセ、6番手赤木、7番手ムツミン。おっと、さあムツミン赤木が出るつもりだ。さあ残り時間は45秒。さあトップはワッタン、2番手カッチャン、3番手上松がじりじりと追いついてきているが、レースタイムは残り35秒。残り30秒。残り30秒残る。さあムツミ赤木も出るつもりだ。さあ間もなく残り15秒。あと2周というところ。さあトップグループあと2周。カズちゃんももう一度入るか。さあ残り10秒のコール、カズちゃんファイナルラップ。さあ間もなくタイムアップ。ここで6分経過、タイムアップ。勝ったゴール、ゴール、ゴール、あれゴール、ゴール、ゴール。はい、全車ゴールですが計測は止まっておりました。はい、お疲れ様でした。4分40秒で止まってましたね。まあまあでも大体ね、順位は把握できてますね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ動画残ってますからレースは後で、おさらいできます。はい、では続きまして B グループご準備ください。 B グループ出走ドライバーは藤原選手、鴨選手、高橋選手、堀田選手、浮谷選手、以上5台です。ご準備で、このグループ B グループは、ナルオと AWD のコンソールグループです。はい、では参ります。通りもんカップ決勝 B グループ6分間周回レーススタートです。スタート10秒前。さあスタートしました。さあ5台、少し台数が少ないですからね、ここは丁寧に行きたいところ。序盤戦トップ藤原、2番手鴨、3番手高橋、4番手堀田、5番手池谷。あっと、さあちょっとフラッシュが見られるか。あっと、さあもったいないぞ。さあここは丁寧に行きたいところ。さあトップは依然藤原、2番手鴨、3番手高橋、4番手浮谷、5番手堀田。あーっと、さあ浮谷転倒。さあこれで浮谷が最後尾、少しポジション落としてしまった。さあ2番手が近いか、鴨 VS 高橋。さあその間にトップ藤原は逃げられない。さあミスター、さあトップさあトップ勝って鴨2番手、さあこれで藤原の2番手浮上、3番手高橋。さあ残り5分。さあトップ赤も、これでもうね、マシンパワーを生かして当たらず逃げればいいだけ、攻める必要はないですよ。落ち着いて、まだまだレースタイムは残り4分40秒。まだまだレースタイムありますんで。さあ、さあ藤原高橋が 0.5 秒ね、現在中央セクション。藤原が白、蛍光イエロー、蛍光ピンク、現在最終コーナーからストレートのマシン。高橋白、抹茶グリーンがツートンから1.3秒後方。4番手堀田、白青のマシン。5番手浮谷がライトブルーメタリック。4番手浮谷、5番手カモ、AWD。 違うな、カモが3番手、計測飛んでるので。残り4分。さあ残り4分。あ、堀田が前か。3番手堀田、4番手カモ、5番手浮谷。さあ残り時間は4分です。2分経過いたしまして、残り4分。残り4分。
さあストレートパワーを生かして鴨が3番手にポジション上げた。堀田がすぐ後ろ、ああしかしクラッシュ見ちゃいましたね。さあトップは藤原、これで2番手高橋とのリードを 3.7 秒まで広げた。いや高橋が最終クラッシュで鴨が迫ってきた。さあ2番高橋、3番鴨、さあ2番3番出るさあ落ち着いて、大丈夫大丈夫、ゆっくりいってストレートでピャッと抜いたらいいだけなんで、さあ頑張って、さあ残り3分です、残り3分、まだまだ、やっと半分です、やっと半分、前半戦が終了しまして後半戦に入っていく決勝 B グループ、トップ藤原、2番手高橋、3番手鴨、4番手浮谷、5番手堀田。大丈夫、次の週でいいよ、インフィールドゆっくりついていって次の週のストレートで抜けばいいだけやから、そう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 、ストレートエンドの後は危険なだけなんだね。さあこれで鴨が2番手に浮上、3番手高橋、その後ろにはトップの藤原が見えてきた。さあ浮谷が4番手、5番手堀田、レースは残り2分15秒です。さあトップ藤原、快調に逃げております。さあ AWB 鴨がどこまで追いつけるか、約1周の差があるが、残りは2分、まだまだレースタイム残っている。残り2分です。そう、朝起き危なかった。さあトップは藤原、2番手鴨、3番手高橋、4番手浮谷、5番手堀田。あっと、さあこれで藤原が全車ラップ、2番手かも、3番手、お、浮谷堀田が近づきましたか。さあ4番5番、さあ浮谷堀田、ここの4番5番争いが一番ポジション争いが近い。さあレーサーラスト1分、ラスト1分、せめてもう鴨選手も藤原選手を抜き返して終わりましょうこの際残り45秒、ちょっとストレートだけで追いつけますから、中はもうただただコンパクトにいって、さあレーサー残り30秒、さあ残り20秒、残り10秒のゴール、さあ藤原守りきれるか、いやさあ間もなくタイムアップ、トップがムシ入った。さあここでタイムアップ、高橋ゴール、堀田ゴール、藤原トップゴール、さあもうレース続行中、レース続行中、まだですよ。はい、浮谷選手で全勝ゴールです。トップゴールは藤原選手、2位鴨選手、3位高橋選手でした。はい、では続きまして C グループご準備ください。出走ドライバーは松村選手、小畑選手、玉木選手、マー選手、森山選手。はい、スターティングバーチャルありがとうございます。では参ります、登竜門カップ決勝 C グループ6分間周回です。スタートです。スタート10秒前、さあスタートしました、長丁場の6分間レース。さあオープニングラップはいい感じで、さあ5台がほぼノンミスで回ってきた。さあ合わせて合わせて、お、さあマーがうまいこと3番地に上がった。おっとクラッシュがあった。さあトップは一気に勝って、松村が最後まで交代、まだまだ
序盤ですからね、どうせ前ミスるから。さあトップは玉吉、2番手まあ3番手ちゃんだい、4番手森山、5番手松村の順。さあここからミスったものが落ちていく。おっとさあ松村が1つポジション上げた。トップは玉吉、さあまだミス。さあ2番3番全車クラッシュがあってちゃんと、おお、さあ松村一瞬にして2番手まで、あっとさあ玉吉がクラッシュしているとトップ。さあ2番手まで帰ってきた松村、ああ一瞬の出来事だった。3番手森山、4番手まあ5番手ちゃんだい。さあトップは玉吉、現在後半セクションに入っていく。後方2番手松村が 2.0 秒、3番手森山、4番手マーが近いか、森山マーが 0.3 秒差、 0.2 秒差だ。さあこれでラインを譲ってマーが3番手に浮上、4番手森山、5番手チャンダイ。さあトップ玉吉、このまま逃げ切れるか。こだわりの RX7FC3S、 現在最終コーナーからストレートに入っていくマシンがトップ玉吉選手、後方2番手松村選手が 1.9 秒差、3番手薄いイエローのマシンがマー選手 1.5 秒、後方4番手白黒赤のマシンが森山選手 1.3 秒。あっとさあ森山先頭、さあチャンダイ来た。さあこれでチャンダイと森山4番5番が入れ替わり、さあストレート2台が4番5番、前ちゃん台後ろ森山、この後ろにはトップの玉吉が見えてきている。さあ松村マーの距離が2番3番じりじり縮まってきているか。さあ松村マー現在1コーナー2コーナー付近、2番3番1秒切って 0.9 秒差。さあそしてちゃん台森山も近いぞ、4番5番 0.3 秒差、この後ろにはトップ玉吉。さあレースはここで折り返し地点の残り3分です。残り3分、6分間周回レース半分が経過いたしました。後半戦に入っていくレース、トップ玉吉このまま逃げ切れるか。現在1コーナーから2コーナー、さあ後方松村マーが2番3番追います。 2.9 秒差。さあトップは玉吉、玉吉選手は伸びし車両ですか、ですので少しストレートパワーではアドバンテージがあります。とはいえね、結局クラッシュしてしまえば一緒ですので、このアドバンテージを生かすも殺すもテクニック次第。さあトップ玉吉、現在中央セクションラップマーカー2台を挟んで、3番手には松村、4番手マーがじりじりとプレッシャーをかける。この周回で1秒差というところでしょうか、 0.9 秒差。4番手チャンダイ、5番手森山も残り2分、ドイツ周回ポジション争い出るつのだ。さあここから難しい展開に入っていく2位争い。さあその間にトップ玉吉リードを奪いたいところ、残り時間は1分40秒です。残り1分40秒。さあ後半戦も半分が過ぎようというところ、東龍門カップ決勝 C グループ。おっとっと、さあチャンダイが大丈夫か、ちょっとおかしいか。さあチャンダイの挙動がおかしい、あとこれはマシントラブルか、多分タイヤが外れてるのかな。まあもう行けるなら行ってください、行けないならどっかマーシャルのところにアピールして入ってください。さあレースは残り1分10秒です。残り1分10秒。さあ玉吉選手このままトップ逃げ切れるか。さあ松村マーがこれで抜けたらつまか。さあこれで玉吉のアドバンテージは5秒以上あるか。さあ2番3番はポジション争いをしながらトップを追う、4番手森山、5番手ちゃんだい。玉吉選手は喋らんと真面目に走ってますもんね。残り35秒、これは負けられへんもんね。
さあ残り30秒です。30秒。さあ松村マーの2番3番 0.3 秒。さあ前クリアだ。残り20秒。さあ残り12秒。あと1周半2グループ。残り10秒。さあラスト10秒ファイナルラップ。さあ玉吉はおそらくウィニングラップになるでしょう。さあここで6分経過。松村マーゴール、森山ゴール、玉木トップゴール、チャンダイゴール、電車ゴールです。ナイスレースでした。皆さんお疲れ様でした。トップゴールは玉木選手、2位松村選手、3位マー選手でした。さあお疲れ様でした。では続きまして、本日トリモカップ最終レース決勝 D グループへ参ります。ご準備ください、ご準備ください。では1番グリッドからスターティングリッドください。1番グリッド、浮谷選手、2番グリッド赤木選手、3番グリッド高橋選手、4番グリッドワッタン選手、5番グリッド松村選手、6番グリッド玉木選手、7番グリッド堀田選手、では D グループは8分間といたします。 GP6 クラス、はい8分ですので、バチンコ8分レースといたします。僕はGP6 ファイナル、 GP6 ファイナルレース、どういうこと？もうやめます。卒業するの GP6。 基盤がないから。なるほど。GP6 の車が軽トラになるわけですね。じゃあ僕軽トラあるから。はい、では参ります。トーリモンカップ決勝 D グループ8分間周回レーススタートです。スタート10秒前。ミニッツカップ九州大会創生で頑張ってまいりましょう。まもなくスタート。さあ早めのスターティングシグナル、まずは重要なオープニングラップ。おっと、さあちょっとクラッシュがあった。さあトップで帰ってきたの浮谷、2番手赤木、3番手渡崎、4番手高橋、5番手玉木、6番手松村、7番手堀田。おっとクラッシュがあった。マーシャル、さあ1台転倒。さあまだまだこっから3位までに入ればいいからね。さあこれをまとめていきましょう。ほらほら、あんねん、チャンスあんねんて。さあ順位整理します。ほら浮谷も引っかかってる。分からんねんて、絶対諦めたらあかんから。3位までに入ればいいから。まだまだ残り7分15秒。さあトップ浮谷、2番手高橋、3番手玉吉、4番手松村、5番手ワッタン、6番手赤木、7番手ホッタ。残り7分。さあ残り7分、まだまだ、やっと1分経ったとこですよ。そうやね。さあトップは変わって浮谷、浮谷依然浮谷、2番手高橋。さあ1位2位が現在2コーナー3コーナー付近。おっとっと、さあ堀田が転倒。玉吉3番手、いいとこ走ってる。さあ4番手松村、5番手ワッタン、6番手赤木、7番手堀田。あっと、さあ転倒、回しお願いします。さあ走ってる車優先で。さあ浮谷高橋1番2番。さあ3番手は玉吉、シルバーの GTR。4番手松村は玉吉の後方 1.6 秒。5番手争い、若木ワッタン5番6番、ここしっかり 0.2 秒。堀田が少し遅れて7番手。 A さん残り6、まだまだ6分ありますよ。2分やっと経過いたしまして、残りは6分です。8分間周回レースになっています。決勝 D グループ GP6 ガチンコクラス、現在トップ走行はライトブルーメタリック浮谷選手。もう地区大会4位はもういらんからね、浮谷選手。九州大会1、2、3のどれかで帰ってきてくださいよ。で2番手高橋選手 1.7 秒後方、3番手玉吉選手、お4番手松村選手。さあ3番4番、ここ権利がかかった。3番4番、やったの意味は分からへんけど、まだ残り5分ありますんで。さあやっと3分経過いたします。
さあ、そして、5番手赤木、6番手ワッタン、残り5分。さあ、まだまだレースター、おっと、さあトップ企画発射、強引に戻って1番2番、さあ、あとはやってしまった。さあ、これで喜んでいるのは3位争いだ。さあ、トップ変わって高橋、2番手浮谷、レース残り4分40秒、まだまだ焦る時間帯ではありませんよ。残り4分40秒、たっぷりレースタイムを使ってレースをまとめていきましょう。さあ、トップ高橋、2番手浮谷、現在ストレートから1コーナーに入っていくマシン、白、グリーン、グラデーションカラーが高橋選手トップ、後方ライトブルーメタリックのマシンが浮谷選手、 0.5 この周回で1秒切っている 0.、 いやこれで1秒差か。さあ、3番手争いだ。さあ、玉吉、松村、3番、4番、ここは完全テルツノーズ、シルバーの R35 GTR が3番手玉吉、そのすぐ後ろ、白、青のトヨタ GR スープラ、松村選手、0.2 秒。さあ、ここに赤木、ワッタンの5番、6番、さあ、3位グループまで追いつくのか。7番手には堀田。さあ、各ポジション非常に難しいレース展開、残り3分40秒、あっとクラッシュ。さあ、これで赤木ワッタンも追いついた、3、4、5、6。さあ、3、4、5、6がトレイン状態。ああ、高橋やってしまった。さあ、1番2番もまだまだすんなりはいかない。しかし大注目は3、4、5、6。さあ、玉吉、赤木、ワッタン、松村、おっとっと、さあ、高橋がちょっと軽いミスが続いているか。さあ、レースは残り3分10秒。おお、さあ、3、4、5、6、ストレートで4台並んだ。さあ、残り3分、残り3分。さあ、これで赤木が前に出た。おお、あっ、クラッシュ。さあ、計測気をつけてね、計測ライン気をつけてくださいね。さあ、残り時間は2分40秒、まだまだレースタイムが残っている、まだまだ前でやる可能性ありますから、ここをいかに踏ん張るか。さあ、トップは浮谷、2番手高橋、3番手赤木、4番手ワッタン、いやこれで松村4番手、5番手ワッタン、6番手玉吉、7番手堀田。さあ、レースタイムは残り2分20秒、まだまだ分かりませんよ。これ予断を許さない3位争い、トップ高橋はこれ、浮谷はこれでかなり楽になったか。2番手高橋が3秒差ですね、浮谷トップ、2番手高橋が3秒差、3番手に赤木、4番手は松村クラッシュ。さあ、ワッタンがこれで4番手、赤木が3番手守りきれるか。赤木、ワッタン、松村、玉吉、レースは残り1分45、残り、バッタン、ワッタン転倒。さあ、これでバッタンが5番手交代、いや、玉吉が前に出た。さあ、残り時間1分35秒です、残り1分35秒。トップ浮谷、2番手高橋、3番手赤木、4番手松村、5番手玉吉、6番手ワッタン、7番手堀田。さあ、おっとっと、さあ、クラッシュ出ている、まだまだ分かりませんね。さあ、トップ浮谷、2番手高橋が 2.6 秒ね、高橋2番手、3番手赤木は、まあ、ほぼほぼワンラップで、赤木、松村、玉吉、ワッタン、3、4、5、6、7番手に堀田。残りはまだまだレースタイム、最後の一踏ん張り、残り1分、ラスト1分、ラスト1分、赤木、松村、3番、4番。さあ、ファイナルの権利がかかった3番、4番、これは大いに大いに現場想定であり得るレース展開。あ、松村ミス。さあ、残り時間40秒。さあ、浮谷はトップ、これはもうあとは逃げ切るだけ。さあ、高橋は後方3.6秒、ラスト30秒。さあ、おっと、さあ、松村クラッシュ、残り20秒。さあ、これで勝負あったりか。残り10秒、残り10秒。さあ、残り10秒のコール。
さあ、浮き矢はウィニングラップも一緒入るかどうだ。はい、入った、タイムパンパー、ゴールですね。浮き矢ゴール。赤木さん入りました、高橋ゴール。ゴールゴール、レッドコチャット2台、もう1台。バッタンが帰ってきて、マダイでレッシュ屋で。はい、選手はゴールです。お疲れ様でした。東京モカップ決勝 D グループ、トップゴール、浮き矢選手、2位、高橋選手、3位、赤木選手でした。はい、以上にて本日登竜門カップ全レース終了です。また来年ですね、また来年登竜門カップよろしくお願いいたします。